さあ飲みなよ。あんた年いくつ？15です。 15？ なんだ、俺より2個も下だぜ。いただきます。どうした？お前は俺がわざわざついでやったそれをいただきますって言ったんだぜ。いただきますって言ったからには飲んでもらおうか、それともぬるいから飲むのは嫌か？仲間になりたくねえから飲みたくねえんじゃねえの？何やってんだお前ら。いえ、何でもありません。僕のためにわざわざお茶を入れてくれたんです。嘘だろ。おい、お前ら何を。バッチ、飲みやがったこいつ。お前面白いな。本当に飲んだのか。違う、飲んでるわけはない。な、どうやったんだ、どこに隠したんだ。教えてくれよ、俺にだけな。さあね、君たちだって能力を秘密にしてるんだろ。こいつスタンド使いか。カップの中の液体は歯を1本、体質の 98% を水分で構成するクラゲに変えて吸い取らせた。物体を移動させる能力。口開けてみせろよ。穴開いてねえよな。実はよくわからんが、ジョルノ・ジョバーナ、こいつには何か人に認められていく才能みたいなものがあるらしい。用心深いじゃないか。感心だね。ブチャラティは知ってるのか。まあね、まだチームとしてまとまるってわけにはいかねえが、待ってる暇はない。決断するなら今だ。お前らふざけてないで出かけるぞ。え、どこに。ついてくればわかる、急げ。